はい、ありがとうございます。おはようございます。今回はあの埼玉県川口市にありますプレイランドオーナーさんというお店に来ております。はい、で前回ってどうでしたっけ、覚えてます？前回は、はい、私がディスクアップで頑張って、あ、そうか、僕が偽物語で、はい、うん、GO を妄想してやられたやつですね、はいはい、まあなかなかやることがなかった回ですけれども、まあ、ちょっとしんどかったですね、うん、今回も、初めて来るホールさん、はい、データとかも、まあ、お互い見てきたと思うんですが、はい、まあ、じゃあ僕のから感想を言いますと、そんなに悪くないですよね。そうですね、ね、はい、はい、特定日なんかだとしっかりと入ってる感じもあるのと、はい、まあ、あとは我々好みなのか分かんないですけど、ノーマルが多い。そうですね、多いですね、機種構成が、うん、いいのかなと思いましたけど、ガリさんどうでした？私は、まあ、ざっと、まあ、2日分見たんですけど、はい、前代系とか末尾系とかは見られなかったんですけども、あ、そうですよね、ただ、はい、やっぱりそのメイン機種と言われるところには各機種に、まあ、当たりがあるのかなと。そうですね、でそういう感じをしました。それをこう目星はつけられないんですけども、はい、その当たりの正解台の中身は、はい、もしかしたら6まで見えるんじゃないかなって。あ、結構ぶっちぎってるものもあった。あ、もうグラフ的にももう明らかなやつもあれば、ありましたね、あと、はい、あの SIM とかでも、はい、これ当たり臭いなっていう台を武道客さんかけていくと、はい、みんな6以上になるんですよ。あ、なるほど。なので、うん、まあ、正解の数はそこまで多くないかもしれないけども、うん、たどり着ければ獲物はでかいぞっていう確かになのかな、はい、可能性があるかなと思いました、うん、ちょっと前からその新花火を、まあ、2ならもうそれで GO っていうような104パーなら GO っていう感じでいろんな店見てた中で、うん、1ベタピンだろうなっていうところと、うん、2以上ベースありそうだなっていうところの、うん、なんとなく感覚的な差が、うん、なんとなく分かるようになってたのか、ここひょっとしたらそうかもしれないなって思うところがあって、うん、まあひょっとしたらここも、一番下は使ってない可能性があるかもしれないと思うと、まあ、様子見を兼ねるんであれば、まあ、僕は新花いいかなとかちょっと思ってる。なるほど、はい、やったとしたらその私が持ってきたその各機種にっていう話も含まれたら、うんうん、まず2人で正解1台掘っていった方がいい。ああ、それもありかもしれないですね。で、うん、1つ正解が見えたらもう1人は他のとこ行くっていう、うん、そう、それでもいいですしね。どうですかね。そうですね、はい、じゃあ2人揃って新花火をご覧いただければと、やっていきましょう、思います。真面目だね今日ね。ダメなの？真面目だったらダメなの？すげえ真面目だった。はい、では行きます。願わくばね、どちらかが正解だってほしいんだけど、まあ、新花火も RT リップハンが買えるんだけども、ただね、新花火の場合 RT リップハンを使わずともですね、そもそもの比率判別だがかなり強力なので、 RT 中は前半後半花火チャレンジ、花火ゲームともにですね、リプレイも数えてやった方がいいですね。リプレイの設定差がね、割とでかいんですよ。ハズレはユニメモが勝手に数えてくれるので、自力でリプレイは数えてやって比率で見ると、花火チャレンジ中のリプレイ割るハズレで計算すると、設定1から6でね、 2.0 から、1.5、 だいぶでかいでしょ。で、花火ゲーム中がさらにでかくて、できれば2コマ目押しがほぼミスなくできるんであれば、 RT リップハンはおすすめです。あたた、47ゲーム、投資が2000円、フラグ判別よ、うわー、レギュラーが、レギュラー、さあ慎重にやろう。そう、これね、777って押せばね、中左右って押せば、この右リール3個まで良くなるんだけど、私ね、先に中の後先に左押すとね、左でミスっちゃうことが結構多いので、中左右だと右が楽になることを理解した上で、私中右左で打ちます。一応このレギュラー中の1枚役は設定12で8分の1、設定56で7分の1、そこそこ差があるので、1レギュラー2回外れてくれると
外れっていうか一万役なんだけどの出てくれると高設定挙動よし。この番組では初めて打つのかな。かな。2回目か。全然記憶がない。すんげえガックン。そんなに簡単にロックとか使われるとも思えないので、まあ2ベースだったらいいなっていうのと、まあワンチャン5ぐらい入ってるといいなっていう感覚で打ちます。B。お。どこも滑った。うん、70%当たりはビッグだな。7ビッグですかね。チェリー B からですね。94ゲーム。投資2000円。でまあ、一応ね、あの斜め振りが出やすいのが偶数、出にくいのは奇数となっておりますけど、まあ、ゲーム数が伸びてることもある、サンプルがね、29ゲームだったかな、に伸びてることもあるし、確率のその比率から考えても、意外とそんなビッグ1回や2回で、ああ、これ奇数だ、偶数だって言い切れることはほぼない上に、半日たっても分かんない感じが多いんで、基本的には、まあ、なんとなく見てるぐらいで、見てないですね。最近ね、我々よくあの話一緒に話してるんですけど、最近目押しのミスが多いっていう、お互い年取ったっすよ、しゃあない。ジジイでも勝てるっていうのを見せるのがこの番組ですから、ね、当たった。18ゲームドンかレギュラー臭いな。レギュラーかな。でこのレギュラー中なんですけど、僕喋ってるとすげえミスが発生するんですけど、あの収録の時は、ミスよりも喋ることを優先してます。あのこれ黙って全部消化するとマジでカオスな空気感になるんで、1、2と、5、あまあいいでしょ、ミスると思わなかったよ。近く、今度こそ、またなの。おう、68ゲーム多分遅れてるので68ゲームで、どんちゃんビッグ。調子いいな。でも金花火を乗り打ちしてる相手がアクロス王ですからね、これは心強いですよね。で、花火チャレンジ中はハズレとリプレイも数えると、まあハズレは数えてくれるので、まあ、リプレイだけでもいいんですけど、これですね。パンクは嫌です。よし、私ね、いつも移行リプレイ入れるときって必ずここを押すんですよね。どんな動画見てもそうしてるはず。それはね、RT リップ班の2コマ目押しの練習をしてるんですよ。目押しが成功すれば必ずこの形で、移行リプレイが揃うから、RT リップを始める前の練習が1回できるわけですよ。移行リプレイの時にね。で、ファンドビゲーム中は、この長男を中下段に押してやると、設定差のあるリプレイは中段に揃う、設定差のないリプレイは中段以外に揃うので、ここを2コマ目押しで打っていきます。ハタミゲームが20ゲームで、ハズレが2回、 RT リプレイ10回、優秀、ボーナスも優秀で、花火ゲーム中のね、 RT リプレイを見抜く2コマ目押しがちょっとしんどいという方は、すべてのリプレイ割るハズレでも問題ないです。
その設定差もテロップに出してもらっておくので、そちらを参考にしていただければと思います。まあ、今日はこれがね、氷テンパ下段滑流れるチャンス滑ってテンパったら外れた当たりなんだけど、この時に氷氷7がまあまあ取れるんで、手が止まればまあね、一応狙っとけばいいかな。まああとはこの氷が中段の時もね、2ショートしてる時ぐらいは手が止まることもあるでしょうから、こういう時は7狙っておくと、1枚取れることもあるんで、まあ、僕はあんまり1枚役とかあんまそういうのは気にしないんで、わざわざ積極的に狙おうとはしないんですけど、僕ねノーマル好きなんでね、1枚役っていうのをね、存在の1枚役の存在の理由をやっぱ考えてしまうんですよ。1枚役って本当はみんなに1枚役を取ってほしくて存在するんじゃないと思うんですね。いろんな成立ゲーム限定の多彩な、例えば枠ウェバーから当たったりとか、左に7狙ってたのに7滑ってて、7ビッグだったりとか、そういったね、リール制御を盛り上げるための役として存在しているものなんで、それをこう取りに行ったりとかするのは基本的に無粋なことだと思ってるんで、あんまやりたくないんでね。この新花火くんからしたら多分あんまり取られたくないと思うんだよね。あんま見ないでそこはって思ってると僕は思っちゃう。だからあんまりねそこを気にしすぎると台がかわいそうだなって思っちゃうね。これ当たったね、今手止まればこう7押してたから7で、コリコリ7取れてた可能性大ですね。でもいいんです、いいんですよ、そんなのは。前の曲で揃えよう。99ゲームそれ1回でしたね。40分の4、比率24対4なんで、さっきよりちょっと下がりましたけど、まあいいんじゃないですか、続行で。でも今月9月かな、9月の収支表を見てたのね。そしたら1回打った、他の打ったのを除いて全部新花火だったすごいよね、打ちすぎ。でもまだ飽きないな。当たった、2角ですね。ここは外れても出るけど、ドンビッグだね。なんかサッカーそういうのがいいな。おじさんズガチという番組ではありますけども、わさびさん年取らないですよね。昔からあんな感じ。初対面はね、何年前だろう、15年ぐらい前かな。この頃から全然変わんない、むしろ今の方が若く見えるぐらいだよ。なんかやってんのかな。でもなんか前言ってたな、1日1食にすると食べる回数が多いほど老化が進むっていう話があるみたいなことを前言ってたな。そうこう言っているうちに飲まれてしまいますね。ドン7で2角なんだけど、この場合に1枚役が成立している場合があるので、ハンドンからの下車7の場合は中入れるにドンちゃんを狙うと、氷ドンちゃん7の1枚役を取れる場合があって、はい、でこのドンちゃんがね下段に止まらなかった場合、一枚役じゃなかった場合、ドンちゃんがどこに止まるのかによって成立フラグを見極められるんじゃないかって、今そこを研究中です。16ゲーム1枚役、はい、16ゲームドンちゃんビッグ。RT リプレイも少ない。花火ゲーム40ゲームで外れ5回、 RT リプレイ21、比率にして 4.2 4.2 ぐらい、素晴らしい。
130ゲーム、130ゲーム赤びどういうことだいや、このラインでも揃うんだけど、私今滑ったように見えたな。チェリーってことなのかな。違った、131ゲーム赤ビッグ。さあ、まあ、約1000ゲームなんで、まあそろそろ見てみますか。ボーナスは、ビッグ4回、レギュラーが3回、まあそこまで良くない、レギュラーが良くないね。で、風鈴合算が 8.2、 やっぱ悪いですね。風鈴 M15.3 で、チャレンジ中のハザードが 7.9、ゲーム中のハザード 15.0 で、斜めが 8.9、 まあ2かな、一番近いのは2の感じでしょうね、全体的に見ても。まあベース2の可能性がって言ってたんで、まあ予想通りな感じにはなってんのかなっていう気がしますけど、どうです？今のところは悪くないです、奇数挙動ながら。奇数挙動、はい、ああじゃあいいっすね。僕のは偶数挙動なんで、もうダメかなって思ってます。ああそうなんですね、うん、今花火ゲームは2回だから40ゲームでハズレ5の RT リップも21だから全然いいじゃないですか。なので一応終える要素はあるので、私はもうちょっとやります。うん、どうしましょうね。でもやめても移動するとこないんですよね。はいはいはい、うん、その合間やってみるかぐらいか。あー打ち角ということで、向こうはどうなんだ。あー6の3、1100で6の3、これがいいんだったら打ち角が同士がいいっていう可能性もある。もうちょっとやってみて落ちてきたらこれも考えます。そうですよね一から出てたもんね、チェリーでぼーっとしてたわ41ゲーム花びっか。入れます。12ゲームだから累計で58ゲーム、ハズレが8、リプレイ26、花火チャレンジ中は微妙。ここから花火ゲームですね。 RT リップ班をやっていきます。27ゲーム、なんだ、累計55ゲーム、花火ゲーム55ゲームで外れが6回、RT リプレイ29回、順調。どっちだ。はい、どんちゃんビッグドル箱に手が届きました。花火チャレンジ中は好転したけど、花火ゲーム中が少し悪化。花火ゲーム中75ゲームで、累計75ゲームで外れが7回、 RT リプレイが44、 44÷7 は、7、6、4、12、6.3 ぐらい。悪くない、まだ悪くない。はい、というわけで、順調と言える範囲の状況のまま、前半終了と。今のところ1106ゲームでビッグ5回、レギュラー6回で、ビッグが終了したところで夢も取ったところですね。設定推測予想は、まあ、割と良さげかな。悪いところもあったりいいところもあったりなんですが、全体的に見ると悪くないです。というわけで、前半戦終了と。はい、というわけで、前半戦の締めでございます。はい、ポロリポロリとレギュラーを見せてしまいました。申し訳ないです。大丈夫です。はい
はい、そう内容がね、非常に良くなくていいところが一個もないですね。あ、本当ですか。はい、で、どちらかというと偶数より移動をねしてみる方が前向きなのかなというような。ニューパル何台でしたっけ。6台です。6台か、はい、まあ、でも内角か外角かといったら2択ですよね。そうですね、うん、どっちがいいと思います。いや、それはちょっとその2択を預けられるときついな。え、なんで今日2択当てたじゃないですか。まだ分かんないけど。ちょっと自信ないな。なのでね、まあ、ちょっと後半に向けてはそこ移動しながら考えていこうかな。一応プラスはプラスなんですけど、うん、で、持ち込み移動がダメだったんで、はい、私これ作りますわ。会員カード、うん、会員カードで作って、まあ、なるべくギャップを抑えつつ移動 、うん、していった方がいいだろうなということで、うん、このあと、まあ、まだ作ってないんですけど、このあと後半入ったらすぐ作って後半何を打つのか楽しみにしていただければと思います。はい、私は引き続き新花火立てています。はい、はい、はい、おはようございます。おじさんズガチ第ホニャララ解明の後編でございます。はい、雑ですね。え、雑ですね。覚えてますか。覚えてない。昨日の晩飯も覚えてない人が。いや、もうおじいちゃんズガチですから、それは覚えてないですよ。もうね、目押しもプルプルしながらレギュラーもミスっちゃって、本当ひどいもんでしたけれども、前半戦見ていただいた方は、引き続き後半戦どんな展開になるか楽しみにしてるかと思いますが、はい、お互い新花火からスタート、はい、いたしました。両稼働を抑えまして、はい、ガリさんの方は調子が良さそう、割といいです。内容も良さそう、はい、私の方は調子はいいけど内容は悪そうということで、で、まあ、そんな中で、まあ、朝からね、明らかに常連さんと思われるようなお客さんがアイムジャグラーに行ってピンポイントで稼働で、内容的にも今のところ良さそうに、はい、打ってますんで、はい、ガリさんの角、アイムの角に習って僕もちょっと移動しようかなというところで、後半でございます。何に移動するかです。問題は あまりハイリスクなのはちょっと避けとこうかなと思いますかね。そうなんですよね。で、あとはその持ちコインで、遊戯する時間が非常に大切なタイプのお店なんで、うん、まず会員カードを作ることから始め、うん、そこに入れる、そこからチョダマサイプレー即日 OK だったんで、即日 OK のその利点を生かしてチョダマを生かしながら、まあ、移動という形をね取りたいなというのもあるので、できれば持ってるコインで長く遊戯できる方がいいんですよ、うんうんうん、だそれも踏まえると、ノーマルが多忙しているで、かつ島である、うんうん、ニューパルサー SP3 かなっていうような気もしてますね。ひょっとしたら出るかもしれないトロフィーが、見られるのかなと。まあ、でも僕実践上トロフィーって夕方過ぎても出るんですけどね。あれも時間差、いや、わかんない、全然何も出てないんで何もわかんないんですけど、す、ね、僕売ってる感じなんか後半の方が出るよなって、朝出ねえないつもっていうのは印象としてはありますけど、まあ、とはいえひょっとしたら出るかもしれないんで、うんうんうん、まあ、そういうなんか確認の仕方ってやっぱ今後ひょっとしたら何度も来ることがある可能性も踏まえると欲しいですよ ね。ジャグラーはないですからね、そういうの、うん、なので、じゃあ決めました。ニューパレスの SP3 のどちらかのカードを、はい、うん、ちょっとね、後半の前半のエンディングでもガリさんおっしゃってたように、その過去に高設定入った台の前の日とかの履歴と照らし合わせてそっちに合致するような方法を打ってみよう。そうですね、うん、思っております。うん、ちょっと分かりにくかったかもしれないですけども、とにかく移動するということです。はい、はい、というわけで後半戦も引き続きご覧ください、はい、よろしくお願いします。本名だ、大丈夫だ、行くぞ。じゃあというわけで、会員カード無事作りましたので、ここにサイプレー用にちょ玉というかして、移動したいなと思います。さあ、というわけで468枚ありますので、おそらくこれ全部使うまでは、今日ちょ玉サイプレーちょうどできるぐらいの枚数だったんでジャストでしたね。内角打ちますか。じゃあガリさんに習って、一応こっちがビッグ回数で少ないのと前々日まで含まれるとこっちが少ないんで、じゃあ内角で、はい、というわけで、ニューパルサーを打ってきたいなと思うんですけれども、その前に一応この台の前日とかそういうのの小屋確率とか見ようかなと思ったんですけど、小屋前日が 5.88 めちゃめちゃいいですけど、ちょっとしか回ってないんで
で、その前の前の前の日かがすごい当たってるんですけど、このめちゃめちゃ当たっててコインがめちゃ出てる日の小屋確率が 6.44、 これも悪くはないですね、むしろいいですねということで、ちゃんと使ってる可能性がだいぶ高いので、行ってみようかなと思います。小屋カウントは完全にこの機械の中に任せます。はい、ノーマルモード久しぶりだな。まあ浅めにね打ってみて子役があまりにも悪かったらもう一角の方に移動してみる感じでもいいかなと思ってますんで、350枚、まあ7000円分のコインを使って250ゲームぐらいしか回ってない、まあ良くはないですね。なかなか厳しいカエルちゃんじゃないの。さあもう茶の間使い切りましたよ。まあこうなるとね、新花火の日本のでもっとけよかったんじゃないかってなるけど、でもまあそれは結果論だしね、前に出ようとしてやってることだから全然後悔はなしです。移動しましょうかね。では後半戦やっていきます。といっても今のところは中身が割と順調な方なので、私にやれることはただ回すだけなんですけども、浜屋チャレンジも賛否両論がありますけども、私はありかな、だいぶありですね。その昔何年前だろう、このアクロスシリーズの A プロジェクトっていうのが始まった一番最初ってクランキーコレクションっていう台だったんですよ。そのクランキーコレクションっていうのはクランキーコンドル、4号機のクランキーコンドルのまあリメイクというか後継機というかで、まあ制御とか配列とかも似せて作ってあったんだけども、4号機のクランキーコンドルにはないクランキーチャレンジっていうのがあったんですよ。まあそのクランキーチャレンジについて当時もやっぱり賛否両論あったんですけども、私はやっぱりね好きなんですよね、あった方が良かったって今でも思ってます。あれはあれで良かったって。どうしようかな、子役終わらんだけど3連ドンちゃん狙います、いきなり。いやもうレア役はないから、はい、あーリプレイか、じゃあうん、もう一回行きますか、3連ドンちゃん見倒し、うわーずいぶん風鈴だなこれ。おお取った、じゃあレギュラーだ、レギュラーだから引っ込んだんだ。180、ドンちゃんはずるっと蹴ってるからこうですね。ダメ押しか、よし、怒れました。77ゲーム7ビッグ、さあ花火チャレンジ、ここが回復してくれたらだいぶいいけど、ここだけが悪いんですよね今のところ。好転せず、花火チャレンジが、累計で89ゲームハズレが14回でリプレイが36、まだに比率は1以下ですね。そして花火ゲーム、うん悪くないな、やっぱりそこまで悪くない、いやすごくいいってわけでもないけど、95ゲームでハズレが9回、 RT リプレイが56回、ちょっと RT プレイ多いですね。まだまだ許容範囲なのでいきます。でもなんか本当お客さんの動きを見ているとなんか常にこういう普通の日でも
島系であるような機種には1台ぐらいはあるんじゃないかというような動きをしていますよね。例えば後ろのクレアの6号機であったりとか、ラッキーウミ物語であったりとか、何でもそうなんですけど、特に6号機系はそういう動きをしているように見えます。なのでニューパルサー SP3 にもあって不思議なしかと思うんですけど、いかがでしょうかね。花火ばっかり打ってっからカエルが嫌ってんだな俺のこと。それかもう早く帰って酒飲みてえなってのが伝わってんのかな。一応カドチェロが期待としては高いんでね、ちょっと当たんねえかなと思うんだけど、まあそれでもそんなに簡単に当たる重複期待度ではない。ただ結局のところこの台って左にいる上下段に変えるとこがいると、まあまあチャンス目だけ、例えば今度とか当たったりするんで、まあ次元に持ち越されてね、その時に引いたチェリーで重複したように見えるみたいなパターンもまあまああるんですよね。よく回るよこの台、1000円あたり50ぐらい回ってますね。あ、当たった。さあ179ゲーム2角でございます。これ中リールビタって止まってるんで、まだビッグもあると思います。追加投資が、3000円ですね。ビッグかな、リプレイかビッグ、ナイスビッグ。黄色、あれカエル滑ってっちゃってるとね、もうバケガクなんでね。花火みたいにテンパんなかったけどビッグとかないんで、テンパカエルがテンパして当たったら全部ビッグだし、テンパしてなかったら当たったらレギュラー、滑ってテンパしなかったらね。はい、ダマなし。この曲の最後の方に出るんじゃなくて最初から出てるんで、もうこのエンディングテーマの最初からいるんで、最初から何にもなしてわかります。はい、数字の悪化とともに飲まれていく出玉、これは不安だな。え、当たりましたいや、あのバー板止まりなんでこの氷は揃わないんですよね。で風鈴も斜めにしか揃わないから、ほら赤ビッグですね。ほいほいほい、あ違った、青ビッグだ、ボンちゃんビッグだ。はい、止まんないですね本当に。300、私基本バー上段見倒しして打つからあんまり枠上からの立ち目って見れないんだけど、久しぶりに見た。目押しミスしなかったら見れないですからね。さあここからが大事な大事な RT。 花火チャレンジが累計で103ゲームハズレが17、リプレイが40、まあ、ちょっと1に近づいたけどまだ1以下だな。で続いて花火ゲーム、いやー花火ゲーム中もちょっと弱くなってしまったな。出て2位ぐらい、累計で115ゲームでハズレが10回、 RT リプレイが66。これ2なんじゃないの。わさびさんの調べた通り2ベースなのかな。2ベースかだとしたら104%、今ほぼミスなしだから、チェリーの後1ベットにできなかったとかそういう細かいところ、だからコインロスはまだ5枚もないんじゃないかな。レギュラー中はノーミスだし、だとしたらほぼ 104% を詰めてるはずなんだけど、この 104% を捨ててまで移動する先があるのかと、どうしようかな。
3連 V じゃない3連ドンちゃんビタ押しずるっときたね。さっきのやつありますか。右リールブランク風鈴氷狙って風鈴かじゃ違った。じゃあ7ってことかな。 3連ドン止まんなかったんだけどな。目押しミスかな。50ゲーム7ですね。やっぱりサンレンドンちゃん見倒ししてもし7ビッグ成立してた場合ってバー降ってくるんですね。4コマ滑って知らなかった。サンレンドンちゃんが見立って止まりそうなもんですけどね、止まんなかった。だからまあきっとバー降ってきた、あー負けかーっつって逆転の嬉しいパターンを演出したいのかな。ナビチャレンジが累計で118ゲーム、外れが17回、リプレイ43。弱いな。花火ゲームは累計で何ぼだ、135ゲームで外れが12回、RD リプレイが77回。お主もしかして2じゃないの。もしやもう1ビッグ2ビッグぐらいで結論出せそうだけど、さっきからあの携帯であの QR 読み込んで保役確率チェックしてましたけど、あれも、向こう1週間ぐらいかなが全部見れるんで、その台の保役確率だからちょっとあの裏とお店入った時にニューパルサーで例えばそう30の30みたいに当たってる日が何日前にとかに見つけたとして、それが当たりか外れか、外れっていうか当たりかたまたま出たのかを調べたい時なんかはやっぱ使うといいですね。僕も今のニューパルで島で導入されていて、でかつまあまあ稼働よくて、そういうなんか明らかにこういっぱい出ただろうなみたいな日のデータを見つけたら大体必ず読み込んで見てみるようにします。その店売ってる店じゃなくてもやってますね。そうするとそういうのを繰り返してると意外なところでいい台いい店を見つけることができたりするんで、非常に便利な機能だと思いますね。まあ最初からこの台を売っていたとしたらまだ追加するだろうこと考えるとまだ追加かなっていう気はしますね。粘ってる、ブルブルだ。当たった。216ゲーム。レギュラー。弱いブルブルでしたけどね。まあ、強いのだとビッグなんで。あれ、受容したと左だから時点で500以上なんで、ブルブルが来たら、まあ当たり。トロフィー自体は、レギュラーゴンも出る可能性はあります、まあ、そんなに引っ張り出ないんですけどね、もちろん。よし、よかったよかった。ニューパルこそなんで楽しいのかよくわかんないけど楽しいだいですよね、本当に。なんかこうなったら当たりなのになっつってこう狙うのが楽しいんだけど、それをやってると絶対当たる気しないっていう。これなんかこう適当にするとすぐ名前入れしそうな気がするんだけど、名前入れしないところもなんか絶妙なんだよね。さあ500枚一応見てみる。そんなによくも特別よくもないだろうな。ああよくない 7.05 か。厳しいな。カイさんに相談してこよう。しんどい、しんどいっすね。当たんない上に、はい、2代目はだいぶマシかなと思ってた子役もそこまで良くないんで。あ、そうなんですね。 SIM の島に昨日当たり臭い台があったんだけども、それもやっぱ角なんですよね。
あ、あれでしょ、はい、はい、なのでやっぱりでも秘宝殿とかは角じゃないんですけど、ね、そうですよね、なので狙い方としてはそこまで間違ってないんだけど、そうそうそう、でも全部が全部ってわけでもないだろうからなっていうところですよね、自信を持ってやれるわけではないですよね、そう、そこはねほどでもない、加えて2っぽくなってきました、え、2っぽくなってきた、あ、やっぱそうですかただ今のところもし2なんだとしたらきっちり 104% は詰めてる、はい、今のところこれ10回ノーミスでやってます、あ、素晴らしい、剣でもいいですよ、剣というかやめですかね、うん、それがベストかもしれない、やめます、あ、まあ、僕はアリさんやっていい、今いくら入りました、え、今いくら入りました、1万、私今1万4000だから今私多分1000枚ちょいのあるんですよ、アリさん結構入ったんですね、4000円、あ、4000円か、はい、あ、合わせて1万円、そうそうそう、はい、だから今やめたら浮いてますよ、そうですねいやでもまあ時間いっぱいは積んだ方がいいよね、期待値ね、うん、どっちでもいいです、波がいいんで何言ってんすかそれ言ったら俺も良かったんですけどそうだじゃあもうちょっとやりますわ、じゃあ、はい、わかりました、はい、私今月にね、わさびさんとのお仕事が5本あるんですよ、でこの前ね3日連続だったんですよね、3日連続ですねってわさびさんに言ったらね、わさびさん胸焼けしますって言われた胸焼けってっ今のところレギュラー中の氷も通常時の氷も取りこぼしゼロだけど、それでも 104% ですからね、言うても、あ、レア役おわ、どうしよう、どっから押そう、いやー、これさ、この時が一番困るんだよな、どうしようかな、レア役をフォローしなきゃいけないから、じゃあね、あまり制御を知らない中リール中段バービ倒し、その制御を知らないな、これ多分右の枠下に7落ちてチェリー出るんじゃないの、おっ、あ、これは私でも知ってるわ234ゲーム7ビッグ、斜め風鈴多いな、やっぱり2なのかな、うーん、やはりチャレンジは好転しませんわ、16ゲームなので累計134ゲームでハズレが17回、リプレイ49、弱い、弱すぎる、花火ゲーム中はいいな、鳴らすとやっぱり2になるのかな、155ゲーム累計花火ゲーム中155ゲームでハズレが16回、6以上じゃん、 RTD プレイ87、うん、多分これ2じゃない、まあ、これがね仮に2だったとして 104% じゃないですか、乗り打ちの2人分賄うっていう稼働はあまりちょっと上の見込みもだいぶ薄くなったので逃げておきますか、はい、というわけで、終わりにしちゃう、はい、ということでよろしいですか、そうですね、やっぱりこう今持ち玉がなくなってしまって、そうです、ね、はい、私一人で2人分のこう稼ぎを 104% で賄うのはしんどいなと、ならば今浮いてるうちにと、はい、はい、ではガリさん、あ、僕はもう投資10本のゼロなんで、はい、ガリさんは、私がですね投資4本の出玉が1117枚、うん、なのでプラスの917枚ですね、あ、素晴らしい、はい、いや6号機はやっぱ使わないですね、そうですね、うん、まあ、僕もだいぶ当たらなかったですけど、まあ花火見切った時は浮いてたし、まあ2台目にユーパル打ったんですけど、そっちは全然ね当たらなかった割には、うん、まあ、いかないなと思いましたけど、やっぱあのまま花火でしたかねとは思いますけれども、まあさっきカメラにも言ったんですけど、はい、いろいろと掘ってみないと結局分かんないんで、そうですね、でまあ2台とも浅いゲーム数とはいえ別にこれといって手応えが良かったわけでもなかったので、まあ、ここで打ち切らせていただいたという
形になりましたけど、ガリさんの花火は結局ほぼ 1,2 かなという数字。あー、なるほど。まあ斜め、まあ、1,2 ってなった場合、まあ、斜め振りじゃないですか、うん、斜め振りが 9.3 なので、はい、まあ、グース寄りかなって、ね、なるほどですね、はいはい、私の、斜め振りも9分の1ぐらいでした、うんうん、なのでベタニの可能性がまず一番高い。朝から言われてましたもんね。そうですね、あの言ってたのはBBSとかって単純にあの通常っぽい日の、うんうん、あのサダマとあとはそのレギュラー引いてる、まあまあ引いてるんでベタピンに比べれば、うんうんうん、なのであのひょっとしたらベタニもありえるかな。あとはもうこれ問題ですよね、うん、もう込みで、うん、ベタニなんじゃないかなと思ったら、まあおそらくそうなのかもしれないですね、うんうん、まあそう考えると良心的ではありますけどね。そうですね、うん、で例えばスナイパーが赤だったんですよ、店入ったら赤だって思ったんですけど、うん、その時点であこれベタにあるなっていうのも思ってスタートしたんで、うん、まあでもその辺にやっぱ置きがちなね、これなかなかほら言いにくいんですけど、そうね、まあ何のために会員カードを作ったかっていうことを考えていただければお分かりかと思いますけれども、ね、はい、まあベタになりがちな行ってこいなんで、うん、うん、で例えばですけど新花火ね、何台ありましたっけ、はい、6台か、はい、6台中1台か2台あの5が毎日あるよってなって、さらにそれがある程度絞り込めるんであれば全然毎日来れる店だし、うんうん、その抽選だ並びだっていうことに頼らずして毎日のようにね、うん、勝てる店になったりしやすいタイプの店だったと思うんで、うん、あの実はあのもう途中で実践やめてますけど印象は悪くないんですよね、うんうん、っていう感じ。まあほら我々、まあ、おっさんだから、うん、おっさんジグマりがちじゃないですか。そうですね、そう僕も日頃ジグマだし、私もそうです。そうだからあのおっさんジグマりがちなんで、あの基本あの抽選を受けたりとかするの苦手なんですよ。いつも悪い番号だし、はいはい、うんね、そういうところに引き使ってないですもんね。こういうところでしっぽり感でやってるのがいいですね。そうそうそうなんですよね、目立たないように、あの荒らさないように。だから今日ねあのアイム空いたけど、まあなんとなくやんねえ方がいいかなっていうのもそういうところに繋がってくるんで、空気感っていう。そうそう、というわけで今回はまあちょいちょいでしたけれども、プラスで終わることができました。また次回頑張りましょう。さよなら、こんにちは。波をつかんで勝利を勝ち取れ、データロボサイト7。人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐の松本。どういう人物で買いなきゃ。毎週木曜配信、魚拓男性の土とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。